こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県をドライブしております。そして向かう先はですね、埼玉県でいいのかな、三県境という、三県が、隣接している土地って言ったらいいのかな、全国にですね約48箇所あるのかな。その中でも、有名な三県境で、埼玉県、栃木県、埼玉県、栃木県、群馬県かの3県が隣接していて、唯一歩いて行けると言われている、三県境で、SNS とかテレビでもすごく取り上げられていて有名な場所だったんですけど、そして何度も何度もそこの近く通ってたのになぜか行かなかった場所がありまして、本日は思い立ってそこに向かうことにしました。なので本日は泊まりとかなしですね。非常に短い動画になるかもしれないんですけれども、どんな場所が楽しみですね。ここから約 4、50分、天気もまあ微妙ですけども楽しみます。デイ、お魚くわえたドラ猫を追っかけて、財布は忘れて陽気なサザエさん。そうそう、全国支援割なんですけど、いろいろとバタバタとしてまして、4月、5月、6月の宿が1個も取れてないんですよ。もうだいぶチケット、クーポンの配布が終了してしまって、ピンチですね。クーポンなしじゃ正直、行く気なくしちゃうぐらいじゃないですか、その金額に慣れてしまって。だから悩んでるんですよね、行くかどうかっていうのと、あとこの車がですねそろそろやばくて、この間エンストしたんですよ。あんまりね遠出するのも怖いなっていう気持ちがあって、どうしようどうしようって悩み、あと10分くらいで着くんですけどね。現在茨城県なんですよ。で、先ほど千葉県走ってて、今から埼玉と群馬と栃木県にも行くんで、今日数十分の間に5県もなんとまたぐことになります。これびっくり。道の駅加須渡良瀬に着きました。ここから約徒歩で5分ぐらいと書かれていましたね。この道の駅も綺麗で結構混んでますね。あ、ありましたね、看板が。では歩いてみますか。なんかね、三軒橋自体に駐車場が2台だけ止められるみたいなんですけど、止められるかどうかわからないし、天気もいいので、そして目の前菜の花がすごく綺麗なので、散歩がてら、歩いていきますね今回は。おー、菜の花は綺麗だね。しかも背が高い、綺麗。これですね、これです。いきなり現れましたよ、この田園地帯の中に。で、まあ 450m なんで、まあすごい遠くもなく近くもなくっていう感じですかね。このまんまじゃあノーカットでお届けしましょうか。幸い、他のお客様もいらっしゃらないみたいで、お客様ってあれだけど。で、駐車場があの奥だね、見えますかね、あれが2台ぐらい、2台以上なんか止められる感じするけど。さあ、ずっと見たかった三軒橋、こちらです。はい、あ、え、今が栃木県なのかな。で、あっちが群馬で、そこが埼玉。大興奮。日本には4
40カ所以上の三間峡がありますが、平地にあるここは大変貴重な存在と言われている。あ、やはりそうなんですね。なんかこの中の真鍮というか鉄の部分が盗まれる事件があったような、ないような。それではせっかく来ましたので、こちらでですね3秒で、3件、またぎたいと思います。現在が栃木ですね、栃木県にいるので、はい、群馬、埼玉、栃木。私の体は今栃木県と埼玉県と群馬県の上にあります。上半身が栃木県、右足が埼玉県、左足が群馬県です。これ駐車場ですよね。2台以上止められそうだな。 4,5 台もっと行けそうだけど、自転車引っ掛けるのもありますしね。では最後に、こちらがまず栃木県の景色ですね。お見せします。栃木県の景色、そしてこちらが群馬県の景色です。で最後に埼玉県の景色ですね。それぞれやはり県独特の個性があるというか、わかりますね。これがどこの県かって言われたら私当てることできますね。でまた栃木県に戻ると。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。三間峡、SNS とかテレビで見て本当にずっと前から来てみたくて、来てよかったですね。人も周りにいなかったし、三軒をまたいでというか、三軒の上に体を乗せて写真はね、あれ撮りたくなります。私も何枚もね興奮して撮ってしまいました。数を渡らせからそんなに本当に遠くないんで、ぜひこの近くを通る方一度来てみてください。というわけで、今回の動画はこちらで終わりたいと思います。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。では次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。